これがプリあれですよ、プリセット変えるボタンですよね。そうです、これがプリセットの変更、上下です。こういう感じで、ここがあれなんですよね、オーバードライブとか、はい、そうです。今何がこのプリセットでオンになってるかっていうのがここで簡単に見れて、はい、でまあ一応ここを押すとそれのオンオフもできます。はい、そうです。こいつがどれか1個操作できるんですよね。そうです。これに関しては今ディレイのオンオフができるようになってて、これ設定できますもんね。そうです、これは自分でディレイのオンオフだったりとか、あとタップテンポの設定もできれば、はいはいはい、まあ例えばブーストオンオフとかっていうのもセッティングが各パッチでできます、はいはい、ここら辺なんですか、これ、まあ、コントロールする、そうですね、あと今はあのパッチをここで呼び出してコントロールだけなんですけど、はい、このメモリーエディットっていうのを押してもらうと、はい、全然わかんないか、全然映んない。今なんかね、エフェクターのちょっと画面がついてるので、これはいじくれるってことですよね、ここで。そうです、いじくれて、はいはいはい、で例えばオーバードライブの中身を、はい、変えるとか。そうです、中身変えたりとか。これでいじくり倒して、そうです、これワウとかあるってことですか。そうです、ワウにできたり、ボリュームペダルにできたり、あとは例えばディレイ の可変を変えたりとか、はいろ、はいろできます、ね、じゃあね、まず1個目、ちょっとディストーション、こんな感じで、なんか全然十分くらい。今結構リバーブとかディレイとか入ってるんで、なんか、はい、これで一応、大丈夫、これで一回リバーブディレイ切っちゃったら、まあこんな感じです。モコモコしたくない人はもうディレイとかね、リバーブガンガン来てもらって、ドッグサウンドみたいな。まあ、リードとかするならちょっとまあディレイとかあった方がいいかもしれないですね。行きやすいんで、まあ。続きましてね、はい、クリーンっぽいプリセッツを、ナチュラルクリーンってやつあります。これいいっすよ、なんかあの綺麗なね、なんかボスのクリーン、なんかこう空間系とかって結構評判いいので、そのなんか良さがめちゃくちゃ出る感じですよね。今ねプリセットでね、なんかリバーブとかディレイとか、まあいろいろ入ってますので、風抜いちゃうとこれでもう何も大丈夫ですよね。コンプとかちょっと入ってますよね。コンプとミニアンプ入ってますね。これでもなんかいい感じな、めっちゃいい音しますね。これいいじゃないですか。戻すとクランチをね、こんな感じです。なんかブルースっぽいのが弾きたければ、これ指弾きで弾いたらね、たまらないですわ。ええ音しますせ。そこだけ関西、なんか今関西から来た感じが出ましたよね。今は、ペダルのオーバードライブとかじゃなくて、はい、プリアンプで、キルでおるみたいな、いわばアンプのモデリングじゃないですけど、あ、はいはいはい、が入ってる状態です、ね。なんかニュアンスがめっちゃ出る感じのね、弾きましたけど、はい、いやね、懐かしいですよ。
あ、懐かしいです。 GT5 僕昔使ってましたから、はい、それ思い出すようにね、もう涙こらえるのがもう限界でしたけど、はい、そんなに音色がっつり使わない人はこういうので味付けして使うとかでもいいんじゃないですかね。いいと思います。ギターケースのね、はい、ポケットにパッて入れるので、もうそんな荷物いっぱい持つのが嫌な人はね、あ、うん、もう手ぶらで行きたい人は、まあ、よかったらね、こう買っていただいて、まあ、頑張っていただければいいんじゃないかなとね、はい、思っておりますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。